これがデジタルスコアボードです。本体が2つにあります。で、取り付けはこのコネクターを審判台の後ろ側に。角度調整はこう緩めて平行に取り付けてください。同じように左右同じように取り付けます。次にコネクターになります。で、コネクターはコントローラーと本体取り付けるコネクタ、すべて大きさ、オスメスが違うので、間違った取り付けになることはありません。取り付けはワンタッチ差し込むだけです。コントローラーを本体に取り付けます。差し込むだけです。次に、本体 A と B を接続させます。ワンタッチで取り付けます。で、本体 B の方に差し込みます。最後に電源になります。電源は今回は 100V の電源を使います。一番下に、差し込むだけです。同じように差し込みます。差し込みました。で、電源を入れます。通常は 12V の電源で、屋外の時には使います。今回は、100V の電源でテストです。で、コントローラーはスイッチが横についてます。まずこのスイッチを入れると電源が入ります。で、実際に、試合が始まったらサービスが決まりますので、サービスが赤い方か青い方どちらかに入れます。そうするとサービスのランプがつきます。今は赤い方にサービスがあります。で、切り替えることもできます。とりあえず今、赤い方が、まあ、若番がサービス権を取りました。で、試合が始まったら、ゲームはカウントアップ、青い方が1ゲーム取りました、赤い方が1ゲーム取りましたということで、サービスその時に、まあ、最初はこちらですけど2ゲーム目はサーブが切り替わるというような流れです。で、また 2-1 になりました。サービスが変わります。で、ファイナルゲームになるとサービスが日本交代なので、常にこう変わっていくという仕様です。で、ゲームが終わると、リセットボタンを押すとリセットされます。で、コントローラーで、照度の照明、照度調整ができるようになってます。リセットボタンを長押ししたら P2 というふうに表示されてますが、明るさを明るくしていくことができます。マックスは9、これが最大の明るさになります。これではちょっと明るいので落としていきます。という仕様です。で、まあ、屋外で雨が降った場合にゲームが、まあ、途中で、止まりますと言った時に、みんな待機状態になります。その時にこの本体はこのまま防水仕様なので置いておいても大丈夫です。ただし電源はオフにされると思いますので電源はオフになります。で、もう一度電源を入れるとそのスコアのままがまた表示されると、試合再開の時にはまた元の数字で残っているという機能がついてます。